どうも大吉です。皆様いかがお過ごしでしょうか。早速ですが今回はこちら、はい、昨日ですね予告しておりました対決カーニバルについて動画を撮っていきたいと思います。はい、グランドオープンと同時に来ました対決カーニバルですが、初日で今回も累計を終わらせてきました。いつものイベント初日累計回収の動画と同様、かかった時間と商品ラジのお話をしていこうと思います。さらにですね今回は初めて対決カーニバルをする人向けにですね、イベント消化の効率を上げるための最低限気をつけておくべきことのお話もしていこうと思っております。今回のイベントには累計で S ランク契約書がございませんので、喋るだけの動画になると思いますが、なるべく詳しく、そして分かりやすくですねテロップも交えてお話ししていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると幸いです。それでは早速いきましょう。はい、ということでイベントページにやってまいりました。まず対決カーニバルの簡単な流れの説明をしたいと思います。この対決カーニバルはですね、試合、Vロード、試練、チャレンジカップのいずれかを行います。そして試合後に対決が発生します。そしてその対決に勝利しますと定められたポイントがもらえるといった流れになります。はい、もう早速ですが初日累計到達のご報告をしようと思います。今回私大吉は試合は V ロード周回しております。まずかかった時間ですが約3時間半でした。やはりですね V ロード等の試合もやらないといけないのと、あと対決カーニバルは自操作必須のイベントになりますので時間はそこそこかかりましたね。そして皆さんが一番気になっているであろう昇平ラジのお話ですが、昇平ラジ自体は226エナジーの消費で終了しました。こちらはスタミナとイベントコストの回復で使用した分になります。そして累計終了時に返ってきたエナジーは159エナジーでした。こちらはイベント累計のエナジー以外にですね V ロードの日本一とストーブリーグの報酬2回分を含めた数字になります。こちら2つを計算しまして実質の消費エナジーは差し引き67エナジーの消費で終了しました。この実質の消費エナジーは試練を周回するともっともっとかかると思いますし、対決勝利後のパネルチャレンジやポイント2倍のビッグチャンス、一定確率で登場する強敵、これらの発生率で変わってきますのでご注意ください。はい、以上がですね簡単ですが累計到達の所要時間と消費エナジーのお話でした。はい、それではここからは初めて対決カーニバルをする方向けにイベント消化の効率を上げるために気をつけておくべきことをお話ししていこうと思います。はい、その気をつけておくべきことなんですけども、それはもう一つです。強敵はカーニバルタイム中には消化しないこと。これはなぜかと言いますと、まず強敵ですが通常の対決に比べて 2,3 倍のポイントがもらえて、さらにカーニバルタイムの発生率のパーセンテージも通常より多くもらえます。しかしですね、強敵はポイント2倍のビッグチャンスは発生しません。さらにですね、強敵に勝利したタイミングでカーニバルタイムに突入した時以外はですね、強敵から強敵が出ることはありません。以上のことからですね、カーニバルタイム中に強敵を消化するのは非常に効率が悪くなりますので避けましょう。ただし例外もございまして、カーニバルタイム中に枠が強敵で埋まってしまった場合は枠を開けるために消化していきましょう。まあ個人的な理想を言えばですね、常に2枠が空いているのが一番いいかなというふうに思います。基本的には強敵は通常時に消化していきましょう。あと個人的にお伝えしたいこととしましては、各対決に設けられているボーナスミッションがあると思うんですけども、あれはあまり意識しなくていいかなというふうに思います。ボーナスミッションもですね、やっていたら普通に達成していたっていうことが多いですし、難しいミッションっていうのはないので普通にこなしていれば大丈夫です。逆にですね、意識しすぎて対決自体に負ける方が良くないので、勝利条件のみ意識しておけば大丈夫だと思います。はい、今回は対決カーニバルについての動画でしたが、いかがだったでしょうか。まあただ喋っているだけですし、非常に簡単な動画になりましたが、少しでも皆さんの参考になっていれば幸いです。今後もですね、こういったイベント関連の動画は出していこうと思いますので、お楽しみに。またグランドオープン福袋等々に関しましては昨日動画を出しておりますので、ぜひ合わせてご覧ください。というわけで今回も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。この動画が良かった、参考になったという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter もやっております。概要欄にリンクございますのでフォローお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。